なんか来た、人。よしよしよし。あ、強い、なんだ。よし、取ったよ。よし、取ったよ。取ったよ。釣り人であれば、誰もが経験したことがあるだろう。ヤバい瞬間。よっしゃ、来たぜ。ラッドな瞬間でしょ。理屈抜きで全身が震える、いわゆるラッドな瞬間。特に自分の足と頭しか頼れないショアゲームで味わうその瞬間は唯一無二。一度体験したら逃れられない中毒性がある。遠すぎるし、手前の根が大丈夫かな。やばいやばい、ネギは火玉さ、おいしょ、やりました。簡易計測ですけど、グリップで 6.5 キロ、火玉さ。高橋祐介、幼少の頃より様々な釣りに親しみ、現在はシーバスを中心にソルトルアーゲームに続行。端正な顔出しとは裏腹に、釣りのスタイルはラディカル。一度ハマったら徹底的に突き詰める。記念すべき1回目のフィールドに選んだのは、東京から南におよそ160キロ、太平洋に浮かぶ島、新島。青い海と白い浜のコントラストが、日本とは思えないような絶景を生み出す。ずっと知ってたポイントで、いつかはやりたいなって思ってまして、で去年初めてチャレンジしたんですよね。でもただ、結果釣れなかったというより、半分以上はあとはもう風、暴風でちょっと釣りできなかったんで、一つはまずリベンジしたいっていうところと、景色がラッドなので魚もね、ラッドな魚を出せればいいかなと思ってます。果たしてラッドな瞬間は待っているのか。東京新島サーフ&ロックゲームスタート。漁港、サーフ、磯、さまざまなシチュエーションが点在する新島。ショアからでも1年を通して豊富な魚種が狙える。季節は春。果たしてどんなゲームを展開していくのだろうか。ターゲットはマダイ、ヒラメ、ヒラスズキ。この時期ショアから狙える豪華3魚種、全て制覇を目論む。広いフィールドの中でいかにターゲットを絞り出すのか。まずは島の西側に位置するママシタ海岸から様子を見る。砂地に岩礁が絡んだ高ポイント。昨日まで大荒れだったというが、どこまで回復しているのだろうか。昨日ね、風速20メーターぐらいで多分大荒れで、どうかなと思って来たんですけど、思ったより水色も良くて、まあ、とりあえずやってみようかなという感じでやってきました。まあ、パパッとちょっとチェックしていきたいので、飛距離の出るフローティングミノ、ブロン 165F スリム、これでやっていきたいと思います。でここは根がすごい点在してるので、まあ、そういったところについてる、まあ、ヒラメかな。この今のタイミングだったらヒラメ狙っていきたいと思います。まずは円筒性が高いフローティングミノーで広範囲にサーチ。で、まあ、今日、午後からのスタート、今もう2時半なんですけど、まあ、これからちょっと夕間詰めまでいろんなとこ見て、まあ、魚釣れたらラッキーですけど、魚を釣るというよりは明日の朝ですよね。明日の朝に釣りする場所を決める、
そんな感じでちょっとポイントの状況、情報が全くゼロなので、まあ、ベイトだったり流れだったり海の色見て決めていきたいなと思います。まあ、根回りについてやる気ある魚がいれば割と答えは早いんですけど、やっぱねこの新島水が綺麗なので、なんか日が上がるとやっぱこういうところは難しくなる、水が綺麗なとこは日が上がると難しくなるイメージですね。釣果が大抵偏るのが、まあ、浅い馬詰めで、やっぱそこが本番と考えてるので、まあ、日中はちょっと様子見ながら釣りしていきたいと思います。何かしら反応取れたらラッキーですよね。あとはベイト、鳥なんかがもし飛んでる場所とか見つけられたりしたらもう OK かなと思います。なんかベイトいないかな。昨日多分ここから正面爆風だったと思うんですよね。風速20メーターぐらいが、フェリーも欠航するぐらいの風だったので、まあ、もしかしたらベイトが打ち寄せられてないかなと思っても来たんですけど、ちょっとまだ見えないですね。勝負となるのは朝と夕方、それまでにどれだけポイントを絞れるのか。ベイトフィッシュ、垂直、流れをキーワードに状況を見極めていく。じゃあとりあえず一回ちょっとあっち打ってみましょう。ここから左側にずれつつ打っていきたいと思います。ゲームを展開する上で最大のポイントとしているのはベイトフィッシュ。いきなり食ったラッキーみたいなのないかな。意外とヒラメなんかはちっちゃいね、根回りについてたりするので。今回のターゲットの一つヒラメ、岩礁が絡んだ砂地やブレイク、変化がある場所を好みイワシなどの回遊魚を主食としている。おー、食った。フグでした。びっくりした。ちょっといいサイズのクサフグ、新島ファーストフィッシュ。かわいいゲストフィッシュの歓迎を受けたものの、本命からの反応はなし。手がかりさえつかめぬままファーストエリアでのゲームをフィニッシュ。島の反対サイド東側にある羽伏浦海岸へ移動。南北に伸びた白浜のロングビーチはサーファーにも愛されているポイント。火山灰の地層がむき出しになった白浜断層がおよそ7キロにわたって続く。さらに島の最南端に位置する神戸の花は浅瀬で根が複雑に入り組んでいるため船の乗り入れは禁止されており、ショアングラーだけに許された特別な空間。釣り人からは通称聖地と呼ばれている。時刻は夕間詰めにかけてのチャンスタイム。生かすことはできるのだろうか。あれ濁ってるな、思ったより全然。こっちの方が荒れてたのかな。ちょっと微妙かもしれないけど、どうだろう。想像以上に波がありますね。だいぶうねりが残ってて、で濁りもきついですね。沖と全然色が違う。これはどうなのかなっていうところですね。いやどうしよう、これはなんか明日に回してもいいような気がする。でも、まあ、回復してる場所があるんで、
今日一晩寝かせればもしかしたら明日の朝は良くなってるかもしれない賭けですけど、今はやめましょうか入るの。ちょっとやめます。再び最初に入ったママ下海岸へ移動。よし、じゃあ最後ユーマン詰め頑張ります。でルアーは最初ちょっとユーマン詰めなんでアピール強めのちょっとプロトなんですけど、スカーナッシュの140ですね。まあ、フローティングの結構派手にね動くミノーです。意外とこの手前のテトラにもついてそうですけどね。なんかヒラスズキが出てきてもおかしくなさそうだけど、意外とねこういう浅い場所にもいたりするので、特にこういうマズメの時はねベイト追い込んで浅瀬に入ってたりもするので、意外とやってみるとフルキャストよりね手前の方が良かったりもします。でこれねテトラがあるってことは絶対その手前掘れてるので、魚がいついつでもおかしくないですね。ターゲットの一つヒラスズキ、海が荒れると活発に餌を追い始める性質を持ち、産卵後の回復期にあたる春は絶好のシーズン。一般的に磯で釣るイメージが強いが、潮通しとベイトフィッシュさえ寄れば港やサーフでも狙うことが可能。あ、いっぱい。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。